あっちに呼ばれたリトルスター取り返しに行こう。行くぞー。愛してほしければブアトルだ。挑戦しますか。はい、助っ人もいるぜ。ワイルドだろ。お、でかっ。何すんの、ジャンプしてヒップドロップ。マイナス1点、そういうのもあるのか。ヒップドロップは連続ではできないから、ちゃんと一発ぶち込んだら着地。うん、なるほど。うん、半分与えたらなんか変わりそうだね。気をつけろ。でかい確信。ハッチンってハチマリオの時に出てきたか。え、誰だよ俺にヒップドロップかましたやつ。おい、あの君らさ、ミスるのはやめよう。分かったぞー。周りのこと考えずにヒップドロップ連発してら、それは得点も稼げるわな。お、ザコが、あ、上がなくなった。外した。俺赤か。俺の得点どれだろう。どいて。あの普通のマリオと同じ感覚でさ、ヒップドロップした時に、あの敵踏んで大ジャンプできるかと思って A を押したらヒップドロップ始めやがった。あいつ俺狙ったぞ明らかに。ピーチひでえ。あいつバーサーカーだ。確実に最後のヒップドロップ俺を狙いに来てた。ヨッシーがドドンマイ。みんなレイノウマは怖くない。巨大ハッチンは悔しがっています。リトルスターは返してくれるみたいです。なんで奪ったんですかね。見てください。空も明るくなってきた。巨大ハチンのヒップドロップバトル、クリア。ね、ボスのトピアリー。ね、メンバー持ち場に戻るようですよ。参戦、ありがとうございました。これでやっと一安心ですね。さあ、次の会場に行くぞ。行かない。行くと言ったな、そいつは嘘だ。あ、いいところを見つけました。ここだ。どこそれ。アイテムショップの上。まあまあ、コンプまで行きましょう。ここに残る。53か6ぐらいだったっけ。もう半分は余裕で超えてるね。そこか。フルーツ欲しいっつってたよね。お、キノピコ。リンゴの収穫、ヘイホーさん。お、どのヘイホー。お前なわけないよね。あ、木の枝。どのヘイホーだよ、ほんと。ペンギンだ。これはあれかな。いいよ。
はなちゃん起きちゃう。多分怒るんじゃないかな。怒ったはなちゃんのケツだっけ。嫌な音した。さあ、あの毎晩毎朝のお前らって感じ。今時お前らっていうやついるのかな。朝目覚ましで起こされた時の俺、休日目覚ましが鳴らなかった時の俺みたいな感じ。あっとっとっと、勝ち。一人の方、お一人の方初めてか。こういうことね、オッケー。まあまあ勝てるやろ。これは多分ね、一人のより三人の方が簡単だと思う。あ、ミスったらそうなるんだ。やっぱちょっとこんがらがる、こんがらガールだ。結構こんがらがるね、やっぱ一人で全部やろうとすると。3人だと自分のだけだからね。その代わり一人でしょ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 ってタスさんがこれの一人版やったら超楽しい結果になりそうだよね。っていうかさ、パンの方だと思ったんだけど、ゲーム。こっちだったね。クッキーだったね。ヘイホー。リンゴ？ありがとう。アップルパイよ、キノピ。おっと、お使い。知ってるよ。蜂蜜が欲しいの？蜂の巣変なんだよ。取ろうとすると怒り出すんだ。続いて見てよ。え？そら怒るよ。おお、蜂蜜出た。出た。お、スターもあった。蜂蜜と一緒に何か出てきた。はい、蜂蜜。一緒に出てきたのはリトルスターだね。これもあげる。いや、今、ガオンさ。蜂が落ち着いたよ。ね。ここの蜂おかしいんだよ。蜂蜜取ろうとしたら怒るんだけどって言ったよね、確か。蜂蜜を取ろうとしたら怒るやろ。そら何言うとんって感じ。どうして怒らないと思ったって感じだよ。だってやってることだし、お前んちちょっと泥棒に入ったら怒られたみたいな、そんな感じでしょ。てるてるてる。さあ、終わり見えてきたね。はなちゃんのケツで。不思議、空からリトルスターが降ってきました。のこのこさんは何が欲しいって言ってました？のこのこ？記憶にございません。リンゴ？あっ！覚えてないんだけど。適当だな。さあ、残りわずか。あ、もうそれ終わりました。もうそれ終わったんで。あったあった。木の枝が今3個目ぐらいか。もう1個ぐらいありそう。ほら、あった。53だったの気がするんで、もう1個ぐらいある。フルーツ頼んで正解だったよ。合ってた。さあ、ほぼ終わりか。コンプいけま、お、
これは怒りを収めれるのかな。いいよ。はあ。これもう完了じゃない？デカアイテム、巨大花ちゃんとお菓子の森にたくさん実ってるフルーツの木ですよ。フィニッシュ。終わりじゃないかな？あ、まだあった。いくぞー。このさ、ホットケーキね、まあ最近はパンケーキっていうことの方が多いみたいなんだけど、あのね、ブツブツ、きょっちゃりブツブツが浮かんできた後にね、ひっくり返すとね、こうじわーっとこのどら焼きのあんみたいにね、この焦げがついていく瞬間が気持ちいいです、ね、木の枝持ってきてくれたね。はい、1、これに、これまだあるの？めんどくさくね。これはさすがに。これめんどくさくね。わー、多分もう全部あると思うんだけど、まとめて渡せる機能ございませんがね。さあラスト、まだある。終わり。足りたよ、もう大丈夫だから。ありがとうよ。お礼にタイルアートあげちゃう。設営頑張ろうね。100個集めた記念。そしてコンプでしょ。あれ、まだアップルパイが手元にある。あれ、キノッピオ、ヘイホー、最後はフルーツを。あれ？あれを届けて。ヘイホー、ヘイホー、誰だと。お前か？キノピオ、キノコに囲まれた場所でケーキの前に座っているキノピオ。キノコに囲まれて、キノコ囲まれてる貴様か。違う、いたわ。どうしました？あれ持ってきてくれたんですか？アップルパイだー、届けてくれてありがとうございます。お礼にこれあげちゃう。ヒーホーさんにスイカを。56か。持ってきてくれたの？ありがとう。おお、これも初めてだね。さあ、ラスト。移動とフルーツを持つ。そして、あ、そういうこと、そういうこと。オッケー、ルール理解した。お、ルール理解した。はい、OK でーす。もうふざけんなよ、お前。ほら、ルイージ、任せたぞ。お、楽しい。違う、あ、これは楽しいね。パーフェクトも20だから余裕そうだね。なんかこういうのもさ、初め下手な頃は10ぐらいで競ってたのが、最後はもう20のパーフェクトで競い合うっていう感じでね、上手くなってくると楽しいんだよね。でかいアイテム。
よし、それでは、パーフェクトになったんで帰りましょうか。ゲットしたものは全てセーブされません。びっくりした。その言い方怖っ。その言い方怖いよ。みんなで挑めば怖くないね。ちゃんとお助けキャラを4人にしたんでね。さあ50までまだ遠いな。さあそれでは戻ってきましたので、よし設営を。おお、手伝いに来てくれたのかいっと。かなりつけ。ということでね、ちょっとなんかいろいろ。こちら、ケーキ。ああ、なるほどね。これはこれが一番豪華なんで買えなくていいかな。噴水。これも、あれだね。やっぱ、花ちゃんのところのやつってことだね。動物の森。これとこれの組み合わせになっちゃうんだね。これとこれみたいなのできないみたい。はい、つけとこう。ね。あんま合わせない方がいい気がする。個人的には。緑にして、噴水を青にすると。ダメだね。合わないわ。合わないね。どれも合わねえわ。風船、ケーキ、ヤッヒー。よし、さあちょっとあの下の草とかぶってるよね。あー、これは増えていく。これどこ増えた。あ、泉が光り出したということでね、少しデコられましたんでね。まあ次クリアすればまたデコれると思うんで。ということでね、まだ半分いっておりませんね。まだ3つ残ってるんで。じゃあね、また行きましょうか。じゃあまた次もね、スゴロクモードに。逆回りだったな。超えちゃったな、一周。じゃあ、俺、またスゴロクモード行くから。お、ちょっと待って。せっかくだから、スゴロクモードに行く前に。なんかね、写真がないかをチェック。これね、撮ったね。撮ったね、これも。いやー、まだね、星3のレア度は見つけたことないんだけど。手を振るカラフルたち。同じやつでもポイントもらえんのかな。もうこれ取ったことあるやつなんだけど。これね、取ったことあるんだけど。ほら。一応20はもらえるんだね。同じ写真かな。誤差ですよ、こんなの。ただ、取れば、うん。もらえるみたいだね。で、ちょっと気になってるのが、これは、もう、毎回戻ってき直すたびに、インターネットに接続じゃないです。もうこれだけで、ね、リセマラじゃないけど、これ往復するだけで、毎回3つぐらいずつ増えるのかなっていう。お、初めてのやつ。そうだね。じゃあこれ、星3を探すまでひたすら往復するのも。はーるばる船で聞いたぜ、函館。もう、かぶってんじゃねえか。もういいよ。
あった。初めてのやつ発見。基本3個ぐらい出るみたいだね。みんなでオーナー遊び。まだレア度2までしか出たことない。やっぱ3はよっぽどレアなのかな。まあ、これはね、多分動画ではわざわざこれ以上はやりませんので、なんか珍しい3が出たら紹介するかもしれませんが、ね、見れないのか。保存するなんだけど、ってことはあれか、3出たら今度ちょっとスクリーンショット撮っとこうか。こうやってカシャって、だって保存するって出てるけどさ、どこで見れるんだこれ。広場で見れんのかな。なんかデータのところで見れんのかな。データここか。アルバム、これでか、これで見れんの。あ、なるほど、ここで見れました、ここで。さすがにね、このね、リセマラじゃないけど、行ったり来たりをずっと、ね、動画にするのも、なんなんで。ね、安全運転で参りますね。これ、どっかでね、頑張って増やして、ね、ここで紹介できればいいなと。ということで、星野さんは、4つだね。みんなで記念撮影。月相の胸。これもね、あれ、なんか条件満たさないと出てこない可能性もあるんで。まあ、いつか、全部揃ったやつを見せれたらいいなと思いますが、おそらく録画の尺の中では全部揃わないんじゃないかなって思ってるんで。まあ、それは最後にお楽しみにということで。よし!では、スゴロクモード、ね。次はどのマップが選ばれるのか。いくぞー。